はい。皆さん、こんにちは。アジョです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットと今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。えー、まずはですね、ビットコインのマーケットチャートから見ていきたいと思うんですが、こちらが引き続き冷やしのチャートになっていますと。えー、かなりですね、あの、レンジまだまだ狭い中での動きとなってはいるものの、まあ、ちょっとですね、ニュースフローだとかを見ていると、まあ、かなりアップサイド強気のニュース、記事だったりとかデータ分析っていうのが結構目立ってきているかなと思います。まあ、ただしその一方で、 この上昇局面、単発的な上昇についていくと、まあ、やられるというような、まあ、あの、動きがですね、ここ連日続いているので、まあ、引き続き焦ってポジションを取りに行くというよりも、まあ、今みたいに下がってきたタイミングで、まあ、拾っていくというような動きが一ついいんではないかなと、まあ、これ継続的にそうですね。ただし、もう一点ちょっと見ていきたいのが、この加減がですね、どん,どんどんどん上に上がってきていってるんですよね。なので、このあたりは、どこまで下がったら拾うかっていうのは、少し、あの、それぞれが、 あの、下、下値というか、あの、下がった時の、まあ、どれだけ許容量があるかっていうところを見ながら入っていく必要はあるんじゃないかなと思っています。はい。で、イーサの方も見ていきたいと思うんですけれども、まあ、e ーサもこちら同様ですね。引き続き、3万5 0 0近辺トライしたものを、やっぱり3万4 0 0 0また割れてきてしまっていますよね。で、このあたりに関しては、じゃあ、どこで拾っていくのかっていうのは、一旦目安的には、やっぱりこの、 まあ、3300台のまあ後半というところが一つの目安かなと思うものの、まあ、まだまだ心配だよという方は、まあ、ちょっと日中どっか行ってる間にとかは、まあ、あの、差し値置いといたりとかっていうのは、まあ、一つあの方法としてはいいんではないかなと思うんですが、まあ、僕個人としては、3300の前半とかで拾えれば嬉しいなというふうにまあ見てますと。まあ、ただしそこまでちょっと落ちてくるかどうかっていうところが、あの、わからないな、なかなか底堅いなということであれば、 ま、3300台の、ま、後半でも買えれば、ま、おの字というか、あの、ま、そんなに悪くない水準かなと思っては、個人的にはいます。えー、少しキャッシュがですね、えー、できているので、えー、この週末ですね、あの、買うのかどうかっていうのは、ま、ちょっと値動き見ながら判断しようかなと思ってはいるものの、まあ、基本的にはですね、週明けの FOMC、テーパーリングへの、ま、言及だとか、そういったところを見てから判断しようかなと、最終的には思っています。なので、ま、基本的にこの週末動くつもりは、 まずないというところと、あとは値上がりブワーっていった時でも、まあそれについていく必要はないと。まあこれは現、あの、ここ最近の皆さんにお伝えをしている僕の、あの、ストラテジーとして変わらずというところかなと思っております。はい。でここからですね、皆さんと一緒にニュースを見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネル応援してもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、チャンネル登録や、あとはベルボタンも押していただけると非常に嬉しいです。あとはグッドボタンも嬉しいです。よろしくお願いいたします。 では、ニュースこちら見ていきたいと思うんですけれども、まずはですね、バイナンスの中で働いている人たちが、インサイダートレーディングをしてるんじゃないかっていうような調査がですね、アメリカ国内で今行われてますと。で、これどういうことかっていうと、バイナンスで上場すると、めちゃくちゃ価格、トークンの価格上がったりとかってしますよね。で、それを当然、あの中の人は知ってるわけで、まあ、それの以前に、えー、そのポジションを仕込んでおくとか、まあ、そういったことが まあ多くを今非常に頻発に行われているんじゃないかっていうことが今あの言及をされていますと。で、えー、このあたりはですね、まだまだその仮想通貨に関しては、えー、法律がインサイラートレーディングっていう概念もそんなにまないと思うものの、まあ、倫理的に今後どういうふうに対応していくかっていうのは、まあ、バイナンスとしても一つ考えなければいけないことですし、まあ、市場操作っていうことがもし行われているのであれば、まあ、それはあの、あのまれ気として犯罪になるので、 その辺に関してどういうふうな対応がされていくのかっていうのは一つ非常に注目かなと思っています。あと、バイナンスに関しては、そういった社内の動きですとか、いろんなセキュリティ面も含めてですね、ダークプールの責任者というか、エキスパートをですね、雇ったということを発表を新たにまた別にしていました。で、そのダークプールの担当者なんですけれども、これまでですね、ヨーロッパの方でも結構活躍をしていて、いろんなセキュリティの向上に え、関わっていた人らしくて、まあ、その方が今回新たに参加したんですけれども、まあ、徐々に政府の、まあ、あの、求められているもの以上のことをやっていこうという、ま、姿勢がバイナンスからは、ま、出てきているというところは非常にポジティブな一つ、側面かなと思っています。まあ、これが実際にどういうふうに、バイナンスの、ま、レペティションというか、あの、なんて言うんですかね、評判を開けていくかっていうのは実際にどういうふうな、ま、結果が出せるかっていうところもそうですし、じゃ今回、 インサイダートレーニングやってましたと。で、それに対して、どういった処分をしていくのかとか、ルールを作りをどれだけしっかりしていくかとか、まあそういったことに対して、いかにマイナンスが適切にアクション、アクションを迅速に行っていけるかっていうところが非常に肝だと思いますので、もう過去のことはもうしょうがないと。なんでまあここから彼らがどういうふうに動いていくか、引き続き見ていきたいと思います。はい、次なんですけれども、 これはですね、ビットコインの、まあ、クジラたち、まあ、クジラっていうのは大口の投資家ですね、クジラたちが、ウ e ールズアーローディングアップオン i ットコイン。めちゃくちゃいっぱい買ってますよということですね。で、もう一つ皆さんにご紹介したい記事があるんですけれども、3 reasons、3つの理由、なぜビットコインが年末までに10万ドルに達成するかという記事になっています。 でこれらの記事はですね、基本的に似たようなことを言っていて、で一つまとめていただいているです、ね、ツイートがあるので、ちょっとそれを一緒に見ていきたいと思います。で、この米国トムさんという方がいらっしゃるんですけれども、まあ、彼はですねあの、サンフランシスコ在住で、仮想通貨関係のです、ね、ニュースを常にまとめてくださっているような方なんですけれども、この方がですね、今の記事を少し翻訳してくださっていて、その3つの理由を一緒に見ていきたいと思います。 でまず1つ目なんですが活発な供給が減少ですよとでこれはですね昨年、えー、半減期を迎えましたビットコインなんですけれども、まあ、それによって供給がまあかなり減ってきているとで、えー、今後あの、まあ、供給されるビットコインに関しても、まあ、もちろんなんですけれども限定されているわけですよねでそういったところを見越して今さっきも記事もあったようにクジラだったりとか機関投資家っていうのがま買い集めてでかつ売らないっていうように ましている。で結構ここ最近注目されるのがビットコインのマイニングの会社マイナーの人たちがマイニングしたビットコインを売らないで結構保有してるんですよねずっと。でそういったところを見てみてもまだまだやっぱりビットコインの上昇に対しての期待感っていうのは大口投資家から非常に強いと、まあ、そういったところが見えるのでまだまだやっぱりビットコインに関しては え、継続して上昇していくというような試合が続くんではないかっていうのがまず一つ目の理由ですよね。で、もう一つなんですが、9月初めの価格暴落時に、長期の保有者はビットコインの保有を維持して売却を拒否していましたよと。で、これは、まあ、あの、似たようなものなんですけれども、やっぱりまだまだ上昇していきますよと、そういうふうに考えているから、今の短期的な下落では売りませんよということですよね。で、これ一つチャート皆さんと一緒に見たいところがあるんですけれども、 皆さん聞いたことがあるかもしれませんがホドルウェーブというふうに言います。で、色分けにどれぐらいの期間ビットコインを持ってるかっていうのを表しているものなんですけれども、これですね、上に行けば行くほど、例えば紫だったりとか、まあ、緑の方に行けば行くほど長期の保有者を表していますの。で、ここ、右の上、ちょっと見ていただければ分かると思うんですが、紫の割合がぐわーって増えてますよね。で、これっていうのは、なんともう10年以上ビットコインを保有している人たちの、 割合なんですすが、まあ、彼らもものすごく増えてるとでかつもうそんな長いとこ見たってしょうがないじゃんっていう方もいらっしゃるかもしれませんが下に行けば行くほど短期の人たちがどれぐらい持ってるかっていう割合を示すんですけれどもこちら見ていただけるば分かるとおり短期の人たちちょっとすみません見づらくなって直近にガーって減ってますよね。で短期の人たちが減ってるってことは短期筋のプレイヤーがどんどん抜けていって長期の人たちの 割合が増えているということになりますよね。で、もしくは別の言い方をすると、短期の人たちもずっと保有し続けているからこそ、長期の方に含まれていってるっていうことになるので、まあ、いずれにせよビットコインに関しては、えー、短期の人はどんどん抜けつつ、で、長期で持ちたいなっていう人たちは保有を継続してるっていうような今状況になってます。なので、長期投資家、長期でこれからビットコイン持っていこうっていう人たちに関しては、 かかななななり今強気な状態でで待っていいるんじじゃないかなっていう感じですよねただしその一方で全然価格が上がんないじゃんっていう人に関しては長期の人たちっていうのはこの買い上がるマーケットがぐわーって上がってる時に買う買う買い買い買いっていうふうに言ってるんではなくて、まあ、下がったタイミングで買うとかあの価格を動かすことなくマーケットに入っていくっていう手法がま主に え、帰投資家だったりとか、大口投資家の手法になるので、まあ、そのあたりは、あの、混同しないでいただけたらなと思っています。で、もう一つ、つめ、普及率の向上ということになっています。まあ、今ですね、ものすごく、あの、すごい勢いで、機関投資家がビットコインのマーケットに、仮想通貨のマーケットに入ってきていると。で、これは、いろんなところで本当に日々ニュース見ますし、このチャンネルでも皆さんにご紹介を差し上げてるんですけれども、特に、まあ、今年ですね、本当に、本当に大きな有名な、 ヘッジファンドだったりとか、あとは資産運用会社、投資信託とか運用している会社がビットコインにものすごくあの数が参入してますよね。で、今は数が参入していると。で、今後はそのいっぱい入った数がさらに増える。プラス、これまで入ってきた人たちが、あのボリュームがどん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 増えていくっていうようなことになっていくと思います。なので、まあ、この普及率っていうのは、より多くのプレイヤーが ビットコインに参入するでかつ今機関投資家だけの話をしましたけれども今年からはですねアメリカの方で銀行でビットコインが買えるようになってますよねでこれが来年さらにはもっといろんな人たちが銀行からビットコインの購入っていうのをするでしょうしエルサルバドルの方でも今ビットコインの法定通貨化っていうところが進んでいてでそのケーススタディみたいなものが、まあ、実際にあいいじゃんっていう風になれば 他国でも法定通貨じゃなくとしても普段の生活にビットコインを取り入れるような取り組みをしていこうというような形にですね、あの進展していくと思うので、これ間違いなくこの流れっていうのは衰退するっていうところはあのないと思うんですよね。まあ、少なくとも今後数年間ではで。今後どん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 これが拡大していくことでもっともっとビットコインを買おうと。まあ、逆の言い方をすると ビットコインを買い占めようみたいな、今のうち買っておこうっていう動きがどっかのタイミングで起きてもおかしくないと思いますし、今後法定通貨化だったりとか、市場で流通させるということを念頭において活動していく人たちがいるようであれば、今のうちにやっぱりたくさん買っておいてっていうのが起こる。すなわち国家間だったりとか、まあ、団体間だったりとか、まあ、そういった買い占めの環境、状況っていうのが 整っていく、進んでいくっていうことが起こるんではないのかなと思うので、このあたりはですね、本当に非常に重要なポイントだと思いますし、来年に関してはもっともっとこれ確実に進むと思うんですよね。なので、まあ、今のうちしっかりとそれに向けて準備をしていくというのは大切だと思いますし、これ来年だけじゃなくてこれからずっと続くことなので、このあたりの動きに関しては注目をしていきたいと思います。で、まあ、それに関連して一つ、えっ、ーえー、と、チャートを見ていきたいと思うんですが、こちらがビットコインのですね、 取引所におけるビットコインの保有割合になってます。なので、これ現状はですね、だいたい13%近辺になってるんですけれども、87%は取引所ではなくて、別のボレットとかに保管をされてるということですよね。で、これがどん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 今下落をしていって、もうこのトレンドっていうのは、今後も継続していきそうな勢いがあるんですが、これがまさに、機関投資家が入ってきてる理由だと思います。 個人投資家はそんなに額がないのであればそのまま引き続き取引所に置いておこうというような考えになってもおかしくないですよね。ただしビットコインの投資家に関して機関投資家だったりに関してはかなり額もあるので取引所がハッキングされてお客さんの大事な資産が盗まれたとかっていうふうになると大変なので買った分に関してはすぐ自分たちのコールドウォレットだったりとかあとはカストディアンサービスをしてくれている会社それはしっかりと資産の保全を してくれる会社に預けるということが行われているオペレーションなので、まあ、こういった形で今どん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 仮想通貨の取引所からビットコインが引き抜かれていってうような状況になる。でこれが続けば続くほどビットコインの供給市場での供給っていうのは減っていってでかつ流動性も低くなっていくのでビットコインの価格が上がるっていうよりも、まあ、上がりやすくなる環境ができるということになっていくのでこれやっぱりですね非常に 注目をしていきたいチャートですしま非常に重要なポイントかなと思いますのでま今後も継続的に、まあ、ことあるごとに皆さんにおそらくこれを見せていくと思いますので一緒にぜひ注視をしていってくださいで、次のニュースこちら見ていきたいと思うんですがソラーナとアバランチがま今マーケットま仮想通貨のアルトコイン市場を引っ張っていってますよということがニュースとしてなってますねまたちょっと えっと、ソラーナがですね、上昇してきていて、165ドルのところまで上がってきていますと。で、まあ、さらにアワランチの方も、昨日ちょっと一緒に皆さんと見たんですが、まあ、オールタイムハイを更新して、まあ、どん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 今上昇しているような環境となってますと。で、まあ、これに加えて、ここにもちょっと、可能書かれてますけれども、まあ、アルゴランドだったりとか、まあ、イーサリアムキラーというふうに言われているような銘柄が今、どん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 上がってきていると。 で、結構 DeFi に関しても資金は入っていってはいるんですが、まあ、このような勢いはないので、まあ、今注目されているのは、ソラーナ、アバランチ、アルゴランド、このあたりが今マーケットを引っ張っている。で、これに加えて、ここでも言われているのが Atom ですよね。で、Atom に関してはなぜ上がっていってるのかっていうので、まあ、ニュースとかっていうのはそんなにないんですけれども、やっぱり Atom とかもポルカドットもそうなんですが、まあ、彼らのテクノロジーの目的としては、まあ、いろんな例えばビットコインだったり、 イーサリアムマトは A だとかアバランチ、ソラーナもそうなんですけれどもそれぞれプラットフォームが違うんですよね。でそれぞれプラットフォームが別のエコシステムがある中でそれらをつないで、えー、ちゃんと何て言うんですかねあの相互関係を持たせるような仕組みを作っていきましょうっていうのが簡単に言うとですよアトムの、えー、今目的というか仕組みなんですけれどもなのでやっぱり一つのプラットフォームがものすごく大きくなればなるほど このアトムの価値っていうのは下がっていくんですけれども、今のように、まあ、イーサリアムはものすごく今大きくなっていってますと。で、それに加えてアバランチですとか、あとは、えー、ソラーナとか、まあ、アルゴランドも非常に注目されている。で、こういうふうにイーサリアム以外のプラットフォームがどん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 大きくなればなるほどアトムの価値っていうのは高まっていくと思うので、まあ、今後もですね、おそらくこのアトムに関しては長期的に結構上がっていくんじゃないかなと僕は思ってます。で、僕の、えー、ノートの方でも アトムのですね、えー、ホワイトペーパーの日本語の翻訳っていうのもありますので、ぜひですね、そちらの方も見ていただけると、えー、幸いです。はい。ということで、えー、今日ですね、久しぶりの週末でめちゃくちゃ快晴ですね。週末が久しぶりなんじゃなくて、快晴な週末が久しぶりなんですけど、あのまあ、今日こういう時期でも、あのー、なんていうんですか、あのー、天気もいいので、ちょっと髪の毛を切りに行こうかなと思ってあの予約をしました。はい。ちょっと人混みは避けて行っていきたいと思うんですが、まあ、ちょっとこういうタイミングでですね、 あのしっかりと外の環境空気っていうのを楽しんで久、えー、々にリラックスして、えー、生活できたらいいなと思っています、えー、今週はですね連休続くと思いますけれども、まあ、くれぐれもですねあの何、ーまあ、て言うんだろう、まあ、脱水症状になったりとか、まあ、結構蒸し暑いので、まあ、そのあたりを気をつけてい,きたい,い,あのいただきたいですし、えー、ぜひですねここ最近は本当に、あのーまあ、暗いニュースばっかりなので、えー、良いゴールデンウィークかシルバーウィークですかねをお過ごしください てことこでまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。